クライルスハイム、クレイルスハイムは、ドイツビュルテンベルク州北東部シュベービッシュハル群に属す都市。シュベービッシュハルから東に約 32km、アンスバッハの南西約4 0トルに位置する。この都市は、シュベービッシュハルに次ぐシュベービッシュハル群、第2の都市であり、中級中心都市となっている。1972年1月1日まで、クライルスハイムは大規模軍都市であった。 クライルスハイムは、フランケンハルト、ザッテルドルフ、シュティムプファッハと共に、行政共同体を形成する。クライルスハイムは、ネッカーガーウガンの支流である、ヤクスト川の両岸、方園道へ平野に位置している。クライルスハイムに隣接する、市町村は、北東から時計回りに、以下の通り、ザッテルドルフ、クレスベルク、フィヒテナウ、シュティムプファッハ、フランケンハルト、フェルベルク、 イルスホーフェン、キルヒベルクアンデアヤクスト、クライルスハイムの地域は、中核区と八つの市区、ゴルトバッハ、ヤクストハイム、オーノルツハイム、ロスフェルト、ティーフェンバッハ、トリエンスバッハ、ベストガルツハウゼン、バウエルバッハからなる。これらは1970年代の市町村再編で合併した地区である。これらの市区は、バウエルバッハを除き、バーゲンビルテンベルク州の制度では、 同時にそれぞれが自治区の役割を持っており、区議会を有し、区長がこれを統括する。区議会の議員は、各区の選挙権を有する住民の選挙によって選出される。市区はさらに居住区に分割され、それぞれウォンプラチェあるいは語尾にベザークをつけて称される。さらに、中核区の南にあり、1940年頃に合併した旧、 インガースハイムに属すアルテンメンスタートロートミューレも居住区を建てている。7つの市区、すなわち自治区の概要は以下の通りクライルスハイムはハイルブロンフランケン地域連合内のハイルブロンを上級中心とする中級中心都市である。クライルスハイムが中級中心として管轄する領域はクライルスハイム市周辺とシュベービッシュハル群北東部の市町村、すなわちブラウフェルデン。 フィヒテナウ、フランケンハルト、ゲイラブロン、キルヒベルク・アンデアヤクスト、クレスベルク、ランゲンブルク、ロート・アムゼー、ザッテルドルフ、シュロツベルク、シュティムプファッハ、バルハウゼンである。クライルスハイム周辺は、中世初期には、マウラハガウニ属すス・フランケン公領の一部であった。この市自体は、ヤクスト川の都市地点付近に7世紀に創設された、フランク人入植地をその起源とする。 クライルスハイムは1136年に初めて文献上で言及されるが、当時はクローウエルスハイム、後にはクロルスハイムと表記された。この時代影響力を持つ貴族は、ロールの領主とフリューゲラウの領主家であった。クライルスハイムは1316年に市場権を1338年に都市権を授けられた。この頃までエッティンゲン博の所領となっていた。 エッティンゲン博が帝国追放を宣告された後、クライルスハイムは1310年に帝国の霊園となり、その4年後にホーエンド道へ家の貴族領主が封ぜられた。1388年、クライルスハイムはホーエンド道エの博からロイヒテンベルク法博に担保として渡り、さらに1399年にはホーエンツォレルン家のニュルンベルク城を博。 後のブランデンブルクアンスバッハ編強迫に売却された。1594年から1595年にクライルスハイムに魔女狩りが勃発した。1792年にクライルスハイムはプロイセン王国領となり、1806年にはナポレオン戦争の結果、バイエルン領となった。1810年にはビュルテンベルク王国に譲渡された。ビュルテンベルクは クライルスハイムをオーバーアムとの所在地とした。1817年、オーバーアムとクライルスハイムは新たに創設された、ヤクスト軍に編入された。鉄道、特に1875年のシュトゥットガルト、ニュルンベルク線の開通により、この都市は鉄道の接続点となり、国境の駅となった。鉄道は飛躍的な経済発展をもたらした。1930年代には、市の西に、 空軍の飛行場が建設された。1938年、オーバーアムとクライルスハイムは、クライルスハイム軍へと昇格した。空港と鉄道は、第二次世界大戦中の1944年からは、空爆の目標となった。1945年4月初めには、この街は、アメリカ軍に占拠されたが、クライルスハイムの戦いで、ドイツ軍の強い抵抗にあい、一旦は、 アメリカ軍は交代した。この都市の二度目の占領に伴う1945年4月20日の空爆で市街の80%、歴史的市街地の95%が破壊された。1945年以後の再建は歴史的外観への配慮はなされず、近代的な観点からなされた。このため都市の外観は大きく変貌した。1973年1月1日の軍の 再編により、クライルスハイム軍は、シュベービッシュハル軍に編入された。1971年の隣接市町村との最初の合併により、クライルスハイム市の人口は2万人の水準を超えた。この結果、大規模軍都市への昇格が図られ、バーデンビュルテンベルク州の州政府は、その1972年1月1日の発行を議決した人口推移推計。 国勢調査、あるいは各時点の統計局の資料に基づく、この地域の人口推移は以下の通り、国勢調査クライルスハイムの市議会は39人の議員で構成される。かつて市の筆頭者は上級裁判権を有する大官で、これに次ぐものとして下級裁判権を有する議会、市長及び12人の判事があった。百三十八年には議会は七人で、 その後9人になった。さらに後に上院議会と下院議会ができた。議会の制度は幾度となく変更された。ビュルテンベルク時代になると市長が市の筆頭者となった。1935年のドイツ市長損法の施行により、この役職の名称はバーガーマイスターと改名された。1972年以降クライルスハイムは大規模軍都市となったため、 職名はさらに上級市長となった。この職は8年ごとに選挙権を有する市民の直接選挙により選出される。上級市長職は1999年以降、アンドレアスラープが務めている。上級市長には2人の代理人が副上級市長として存在する。第1副上級市長は第1市長という肩書きを持つ。この職は1994年以降、 ハラルトリルクが務める。もう一人の第二副上級市長は、市長の肩書きと同時に建設部門のトップの職責を追っている。2002年以降、この職はヘルベルトホルが務めている。クライルスハイムの市の紋章は、金字に黒い針が三本並べて描かれている。市の旗は黒と黄色である。この紋章は、リデンデス・ワッペンとも呼ばれる。この針は1310年頃の行員にすでに、 描かれていたことが明らかとなっている。最初扱っている様子が描かれていた。1434年から現在のデザインが現れ、19世紀にこの形で定着した。クライルスハイムには、ホイトターボの重機械工場がある。この他にも特殊機械製造、特に放送機械製造業者が集まっており、グローニンガー &CO、GMBH、ゲルハルト・シューベルト GMBH、GM B H R.W.E.S. バーパカングステクニック GMBH&COKG などがある。さらにロバート・ボッシュグループのボッシュパッケージングテクノロジーに属する事業所がある。また日用品や多くの食品会社もある。クライルスハイム周辺地域は農業生産が主な産業である。クライルスハイムには連邦アウトバーン A6 号ハイルブロン、ニュルンベルク線のインターチェンジがある。市の東。 さほど遠くないところに、アウトバーンのホイヒトゲン、クライルスハイムジャンクションがあり、A6 号線と A7 号、ウルムビュルツブルグ線が交差している。この都市は、鉄道の重要な乗り継ぎ駅がある街でもある。アーレンからのオベーレヤクスト鉄道、シュトットガルトやシュベービッシュハルからのムル鉄道が集まり、ニュルンベルクへと出発する。タウバータール鉄道は、ブラウフェルデンバイカースハイムを経由して、 ラウダイ向かい、そこからさらに、ベルトハイム経由、アシャフフェンブルク域に接続する。公営の旅客近郊交通として、多くのバス路線も走っている。この都市は、シュベービッシュハル群交通連盟に属している。新しく開発された、住宅、工業混在地区ヒルテンビーゼンには、パネル面積1万平方メートルのドイツ最大の太陽光発熱システムがある。このプロジェクトは、 連邦首相ゲアハルト・シュレーダーのルターンプリジェクトに基づくものである。この太陽光発熱システムにより新しい工業地域では従来の熱供給システムと比べて年間50%の二酸化炭素排出が抑制できる。クライルスハイムではウルムに本社を置くズドベスト・プレッセのローカル版である日刊誌の公園道へ新聞が刊行されている。この他 市の行政当局が編集者を務める週刊誌のクライルスハイム司法がある。クライルスハイムには、シュトットガルト上級地方裁判所、エルバンゲン地方裁判所管区に属す地区裁判所、ハイルブロン労働裁判所の部局、交渉人役場がある。さらに、シュベービッシュハル税務所の司書、シュベービッシュハル軍役場の司局などがある。この市は、 ビュルツブルグプロテスタント地方協会のクライルスハイム教区本部所在地でもある。クライルスハイムには2つの義務ナジウムをはじめ多くの学校がある。クライルスハイムの文化活動は音楽、文学、演劇、造形美術など多方面にわたる。これらの分野で市や市民主催の文化行事が催されている。市立博物館はクライルスハイムの昔の病院跡にある。 クライマックスは毎年夏に開催されるクルトアワコ年度である。これは1994年から開催されている文化フェスティバルである。市がその資金の大部分を負担しており、観客は入場料など必要がない。クライルスハイムは戦略上重要な鉄道の分岐点であったため、第二次世界大戦の爆撃でその80%が破壊された。保存、または再建されている。 歴史的な建造物として、1393年の聖母礼拝堂、ヨハネス教会、1400年の聖霊病院がある。この都市の象徴的建造物は高さ57.5メートルのラートハウス等である。これは1717 17年に宗教改革200年を記念して建設されたもので、現在も世界で最も高い宗教改革記念碑である。興味深いのは、 1912年に建設された水道塔でダムフロックス周辺にヤクスト川からの水を供給していた。現在ではクナイプ式水浴法に利用されている。市内中心部のヨハネス教会や聖母礼拝堂の近くには古い墓地と墓地礼拝堂、カトリック教区教会聖母ニファティウス教会、カトリックの聖三味一体教会がある。市内の各地区には 以下の教会がある。アルテンミュンスター福音派教会、インゲルスハイム福音派教会、ゴルトバッハ福音派教会、ヤクストハイム福音派教会、カトリックのヤクストハイム聖ペーカッパウル教会、オーノルツハイム福音派教会、カトリックのオーノルツハイムクリストス系ニヒ教会、ロスフェルト福音派教会、ティーフェンバッハ福音派教会、トリエンスバッハ福音派教会、ベストガルツハウゼン福音派教会、 カトリックのベストガルツハウゼン精霊教会、ホラッフェン・クライルスハイムの人が誇りに思っているのが、この都市のホラッフェンにまつわる伝説である。1379年、80年、帝国自由都市シュベービッシュ、春、ローテンブルクオップでアタウバー、ディンケルスビュールの連合軍に、包囲されて5ヶ月、食料の残りも突きかけた頃、そのアイデアは生まれた。最後に残った小麦粉で、 女たちが、ホラフフェンと呼ばれるパンを焼き、死壁から、包囲軍に向かって投げた。その後、町で一番太っていた市長の妻が、死壁に立って、尻を剥き出しにしながら、包囲軍に向かって降りてきた。そのふくよかな顔つきと肥満した体に、包囲軍は作戦に、見込みがないと思い、包囲を解いた。退却は1380年の後春節の手術前の水曜日に行われた。 死の祝日は、現在も毎年後春節の手術の前の水曜日に行われ、この日は街中が旗で飾られ、式典が行われる。また、この日、ホラフフェンが全修学児童に配られる。ホラフフェンの形は、この時の市長夫人の尻を肩切ったと言われている。実際には、ケルト時代に家の玄関前に飾られた薬よけの印にその起源がある。 クライルスハイム市民にとってホラフフェンとは初め退却させられた帝国自由都市連合軍への長老の言葉であった。現在でも稀にではあるが侮辱の言葉として耳にする機会がある。一年で一番盛り上がり、クライルスハイムの五番目の季節とまで言われるのがフランケン民族祭であり、25万人が訪れる。この祭りは伝統的に九月の終わりから二番目の月曜日の 前の金曜日に始まり、4日間続く。1841年からは2回のパレードや、家畜の表彰などが行われるようになったが、より重要な要素は、広さ4万平方メートルの出店や、屋台2つの大きなビアガーデンがある、お楽しみ広場である。この他には、以下の年中行事がある。この文献はドイツ語版の文献として挙げられていた、ものであり、日本語版作成に際して、 直接参照してはいない。ありがとうございます。